はい、国産食堂のとしです。今回はですね、関西風のうどんだしの作り方を紹介しようと思います。うどんだしは何といっても関西の方が美味しいなと個人的には思います。今回のレシピはですね、温でも冷でもいける抜群にうまいレシピになります。覚えておくと便利ですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速作っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツや、お料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら、評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。